YouTube の皆さん、どうも上白です。てなわけで今日なんですけど、僕個人的にめちゃくちゃ楽しみにしているものがあって、これなんですよ。これ何かっていうと、めちゃめちゃ有名なチーズケーキなんですよ。誰もが、あああれね、あ聞いたことあるかも、っていう感じで、みんな結構知ってるんじゃないっていう、ちょっと今日はねこれ2ホールあるんで、いつにも増して食べていきたいと思います。はい、これルタオっていう名前なんですけど、まあ知る人ぞ知るみたいなところはあると思うんだけど、行ってきます。はい、まず一つこちら、こちら、はい、僕が思ってた以上にそんなに大きくはないんですけど、これが通常のフロマージュドゥーブルっていうメインの商品ですね。これがそれの、これ期間限定メロン味。あのメロンってなんか北海道、北海道といったらメロンのイメージあるじゃないですか。だからそれを合体させちゃって北海道みたいな感じにさせたやつ。ちょっと一回開けてみましょうか。オープン。あ、こんな感じなんですね。一口含むとまるで雪のように溶け出す口どけの良さ、一瞬で広がるふくよかなミルクの味、ベイクドチーズケーキとレアチーズケーキが混ざってるようなしっとりモサモサって感じの、冷凍保存だったからさ汗かいちゃってこんな感じで、なんかこれだけ見たらすごいハンバーガーの包みみたいな感じなんですけど、これ2個セットで3990円だった気がする。冷凍品ってだいたい送料とかついて若干高くなるんですけど、これは送料込みの4000円ということで、めっちゃメロンだわ。ちょっと後で一気にお見せしますから、待って待って待って。はい、てなわけで2つとも出してみたんですけど、こっちドゥーブルフロマージュ、こっちがメロンドゥーブル、メロンフロマージュっていう感じなんですけど、ちょっと早速いただきましょう。いただきます。あ、こんなもんなんだって感じなんで、ちょっとお上品にナイフとフォークで。では失礼します。あー、さすが冷凍品なんで美しい。やばくないこれ、なんかほんとクリームチーズの塊みたいな。へえ、外身がふわふわしててめちゃめちゃ美味しそうね。あ、あ、なんか若干メロンの毛がトイプードルとチワワのミックスみたいな感じで、若干アイス感あると思うんですけど、まあ食べてるうちにね解凍されていくってことで、いただきます。チーズだわ。めっちゃ美味しい。冗談だろみたいな、小学校の一クラス分の給食の牛乳集めましたみたいな、そのぐらいなんかミューって感じがする。こんな美味しいか。小樽で作られてるんですけど、ルタオ小樽、あの北海道といったらさ乳製品の神様みたいなところあるじゃないですか。厳選された乳製品を使ってるらしいんですよ。めっちゃすごいわ。どんどん食べちゃいたい。このままいただきたいと思います。そのまま。ちょっと重さ測ってみよう。はい、今測ってきました。ちなみにこの通常のドゥーブルフロマージュが350キロカロリーで、こっちのメロンの方が325キロカロリー、重さが350グラムなんで、まあだいたい1000キロカロリー超えてますねって感じですね。次こちら行きましょう。わお。こんな感じで見てもらったと思うんですけど、いちごなのかなと思いきやメロンなんだよね。あ、違うなと。ちょっと記念撮影しまーす。はい、ありがとうございます。だって北海道から来てもらってるわけですから。そう、めちゃくちゃメロンチーズっていう匂いしてます。あ、おいしい。チーズ、メロン合体みたいな感じで、もうね両方ちゃんといるし、かつ美味しいんだよね。あ、ちょっと失礼。
紙白ランキングだったら星5はあげちゃうよねっていうレベルの美味しさです。僕そんなチーズケーキ得意じゃないんですけど、そもそもチーズが好きじゃなくて、でもねめっちゃ美味しい。なんかいいとこ取りみたいな、彩色兼備ってやつですね。これが見た目も美しい、中身も素晴らしいみたいな。個人的にはこの期間限定メロンの方が好き。6月に北海道行く予定だったんですよ。このルタオって北海道の小樽にあるの知ってたから行くつもりだったんだよね。空港とかにも入ってるんですけど、でも行けず、なので頼んじゃいました。ポロポロ落ちるやん。このチワワの毛みたいなところがねすごいね優しいチーズ。あ、粉チーズこれ。でギフトセットみたいなのもあるから贈り物には最高かもしれません。僕は自分用に贈り物。いやでもやっぱチーズっていうだけあって結構ねずっしりきますね。冷たさと、あとチーズの重みと、あとこれ結構ねぎっしりしてるっていうのもあってだいぶ満足してます今。2つの味も楽しめたし、もういいかなみたいな感じはするんですけど、いただきます。なんだこれ。モンスターだわ。ふんわりしてるし結構食べやすい味。めちゃめちゃグーンって主張してくるわけじゃないからすごい食べやすいんだけど、口に入れたらサッと溶けていく感じ。あの説明文にも書いてたようにサッと溶けていくんだけども、ずっしりきてるんです。1個でお腹いっぱいで、今ちょうど半分ずつぐらい、半分以上食べてんな。10分の7ぐらい、はい、10分の7ぐらい食べてるわけなんですけど、てなわけでもうね結構ね、あ、チーズはいいですみたいな状態になってるんで、そろそろごちそうさまにしたいと思います。これはまた明日の朝ラップにくるんでチンして食べたいと思います。ごちそうさまでした。そんなになんかみんなに知られてるかわからないんですけど、めちゃくちゃ美味しいんで、よかったらぜひ頼んでみてください。これはね一度食べてほしい本当に。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画ぜひ見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あ、ではまた。